張れ妹ママ仲良しやな。そうなんです、意外にも、こっちゃですよ意外にもね。意外、うーん、多分。そう、なんか、なんだろう、妹1個下だし、うんうん、なんか一番反抗期。あ、1個下、うん、あ、どんだ、18、19。あ、でも今年で19になるかな。え、似とる顔、うん、妹はなんか似てるとは言われたことない。なんか弟の方が、え、似てるって言われる。なんかちっちゃい時の弟の写真とか見たら顔一緒すぎて、ガチ？ほんと、なんか自分の写真かと思って、え、キモってなって似すぎだろみたいな。なんか、なんだろう、その似てるってさ言われると、言われるたびにね、なんか嬉しい反面、なんか、うん、え、自分のコピーのキモみたいな謎現象に悩まされる。うわ、めっちゃ気になるな。え、妹ちゃんと弟はもうあれ、もう一般？うん、全然ゴリゴリ。あ、そうなんや。どういうきっかけであれなん、モデルになったの、さくちゃんって。私がスカウトされた、道端で。ガチ、あ、すごモデルなりませんかって。うん、なんか、マジでその時私がね、小学生とかだったらもう、うん、なんか、あ、小学生、うん、もうちっちゃい、もうおちびさん、小6だったけど、おちびって言ってもまあまあでかいけど、うん、してたからだったから。で、なんか普通に人混みを抜けるのが好きで、なんかめっちゃ先走って家族で出かけてたくせに、めっちゃ先走って行ってたら、うん、そのちょうどすれ違った人がなんかすっごい急いでたの、うん、で、名刺だけもらってくださいって言われて、名刺もらって、名刺見てパッて顔上げたらもういなかった。で、お母さんが来て、え、マジなんかハグリッドかなみたいな感じで思って、えー、みたいななったけど、そうで、なんかお母さん、なんか名刺もらったって言ったら、なんか、あ、じゃあなんか電話してみたらみたいな感じで言って、うん、お母さんなんかあんまそういうのなんか重く捉えもしないみたいな感じだったから、うんうん、で、私もなんかそのまま普通に電話して、気づいたら今日ここにいた。うん、あ、私も始めた。オッケー。面接とかしたん？うん、面接は？面接っていうか、なんかその、あ、面接っていうかね、なんかいっぱいいた人が、で、だから多分面接、うん、面接的な何か始まって、うん、あ、どうもこんばんは、そう、なんか面接的な、奥村桃香もいます。そう、奥村ちゃんもいるんです。あ、ちょっと待って、タイトルに、いいよいいよいいよ、書いとこう。いいのに、なんだろう、今スカウトの話、リアナと奥村、え、フルで書いた方がいい、奥村桃香、うん、桃村どんぶらこでいい、あ、どんぶらこでいい嘘でしょOK、 じゃあタイトルのところにどんぶらこって書いておくね。うん、 OK。 時々どんぶらこも参戦しております。はい、イエーイ、います、私が。そうなんです、春の風物詩同士ということではい、さくらとももかちゃん、どんぶらこがいるので、どそぶらこ様がおりますので、たくちゃんね、どそぶらこも別で配信してるかもしれん。うんね、そうだよね。アリアナさん面白いって言った。はあ、やった褒められてる。ちょっとどんぶらこは今飯を食っております。うん、美味しい？美味しい。イエーイ。クリスマスマーケット行ったけどさ、作った人も喜ぶやん。死んだ。クリスマスマーケットさ、うん、マジ寒い。寒い？マジ寒い。なんかそりゃ売れるわって思った。あったかいやつが。そりゃそうだよ。うん。マジでやばい。私おでん始まった日に買ったからね。え、コンビニのおでんって大体さ、なんか。10月とか9月、なんか早いとこだと9月からも始まってたりもするんだけど、うん、なんか近所のおでん屋さん、その私コンビニ入り浸る率めっちゃ高いからなんかコンビニ行ってもうその日に、あ、おでん出てる、卵、大根、うわーみたいな感じで、自分で取るやつ、うん、なんか私のなんか近場のコンビニは、うん、店がやる、うん、おなじみのパターン
そうかも、人生で初めておでん頼んだ、コンビニで。うまいよね。マジで美味しかった。私巾着の紐好き。え、巾着嫌い？あ、紐が巾着好きだけど紐無理。嘘でしょ。じゃあ逆に仲良くできるじゃん、私が紐だけ切ってほんまにそう。逆に今まで嘘、あれ希少部位だよ。あれ一つの巾着からわずかにしか取れない希少部位なのに。嘘。あれ何、あれ何なの。あれウリの皮だよ。え、そうなの。ウリの皮を、メンマみたいな。確かそうだった気がする。ウリの皮だったと思う。だからあんな貴重なんや。貴重ではないけど、あんまウリでかい、まあまあでかいからさ相当取れるよ、ウリは。バー取りゃいいだけだ。うん、違うって、かんぴょうやって。え、ウリの皮じゃん。ウリの皮をなんかうんたらかんたらしてるやつじゃないの。ん、かんぴょうって何。かんぴょうがそもそもわかん、かんぴょうがウリの皮じゃない。あ、そういうことか。かんぴょうはウリの皮。え、ごめん、適当言ったかも。ひょうたんの皮やって。そう、ひょうたん、ウリじゃないの。私さ、ウリの皮って教わったんだけど。じゃあそいつが嘘つきだったってこと。うん、嘘つきなんじゃない。うわ、嘘つきが身近にいた。かんぴょうがウリの薄いの、どういうこと。え、ウリの皮をかんぴょうにし、かんぴょうからイエーイみたいなノリじゃないの。こいつすっげえ適当なこと言って。だいたい合ってそうって。だいたい、多分合ってる。知らんけど、知らんけど多分合ってる、うん、合ってる。そうだよ、ウリの皮をかんぴょうも夕顔かっこウリかの皮なんで、大まかには間違ってないかと。だって、はい、ウィナー、えらいやん。私の勝ちでした。はい、これにて閉廷。なんかさ、いつもさくちゃんのさ、おもろい、何で笑ってるんやっけ。なんか爆笑してるよね、いつも。あの、ツボが分かんないんだよね。私が普通に会話してたからいきなり爆笑し始めるからさ、え、どうしたみたいな。さくちゃんのなんか発言がマジで全部おもろすぎてなんかさ、発音よく話すやん、うん、それがめっちゃ好き。あねえ、だっけ、いつもなんかよう言うとやつ ないっけ。わかんないよ、もうなんかマジでそれがおもろい。気づいたら笑われてるから、なんか、あ、バカにされてるのかな。違いますよ、こんななわけないです。うっそー、マジおもろい。違う、多分ツボが浅いだけ。絶対そうなんかあゆちゃんとの会話めっちゃ盗み聞きしたもん、いつも盗み聞き、すごいな。うん、いや、探偵になれんじゃん。うん、やば、あの、あれでは離婚を追う女探偵、奥村桃川見た。なんそれ。え、放送すんだよ、深夜。じゃあ私主演やん。え、主演やん。そう、主演だよ。やった、じゃあ MBS さんに奥村桃川見た放送中って。多分打ち切りになると思う1話で打ち切り、誰も見ない、視聴率 0% あまりにもひどすぎて、親だけ見て視聴率 1% とかになる。あまりにもひどすぎてな、なかなか見たもん。いや、私見るよ。もうあの DVD に焼き回してメルカリ言えるわうん、もう本当に赤字ですわ。いや、大丈夫、全部グッズ化してファンが買ってくれるよ買ってくれるかな。ファンが全部買ってくれちゃう、きっと。おもちゃファンいっぱいいるでしょ。いっぱいいるかな。いっぱいいるよ。え、てかさ、うん、さくちゃんってさ、アンチっている？私アンチ、あの、一回だけ来たことある、うん、なんかめっちゃ暴言、あの、もう本当にあのデス系の暴言が送られてきたんだけど、あの、送られてきた瞬間にあの既読つけてハートの絵文字送ったらアカウント消えてたそう、アンチコメ来た瞬間に。まあでもそれ以来だから来てないから、うん、それなんか、なんて言うんだろう、なんか、あの、アンチするほどの人間でもねえやって思われて。なんかさ、アンチされたらさ、うん、なんかこっちもさ、行きたくならへん。わかる。え、わかるよね。普通にさ、なんかアンチコメ来てさ、うん、なんか、なんだろう、その反応しないのが美徳みたいになってるところあるじゃん。え、そう。でもさ、なんか文句とか言われた時にさ、普通にそのままなんかこう、すいませんでしたみたいな。何それ。え、わかる、うん、だ、そうやって言うから舐められるんやんって思う。はっきりさ、うん、なんか
言いたいことあるんだったらね、言うよいいし、こっちもじゃあ言わせてもらいますよね、終わりでいいじゃん。まあでもアンチなんてそもそもマジであの部屋の片隅でカタカタやってるだけだから、うん、それな、うん、マジでその一挙手一投足に傷つきたくねえなとは思うけど、うん、なんかそれでこっちだけが食らい続けてさ、うん、なんか何もう落ち込まなきゃいけないの、逆に 何その美徳みたいな、倍返しだって感じで普通に、マジわかる、うん、そっちでしょ、ま、やっぱ、うん、MBTI 何、私 INFJ だよ、こう見えて、ああ知らなかった本当に一緒かなと思ったけど違うかった、なんか緑の、うん、あのなんか緑の系統あるじゃん、うん、あの矢中にいる白髪の杖持ってる魔法使いみたいなやつ、提唱者誰、うん、誰だろう、誰だ誰だ、多分来るよ、なんとかか、あ、来ないんかい今めっちゃ扉スレスレとこ通ってたけど来るんかなと思って、誰シルエットクイズでした誰もわからず誰もわかんない、もう一回さ、さくちゃんがさ、うん、そこで撮ってさ、あ、そう MC の方にさ、ケツ丸出しとか言われてたけど、あれ白いズボン履いてただけだからマジで、でも、うん、僕あれ見たけど、うん、ほんまに判決が出とうかと思った、一瞬、違うんだって違うんです、マジであれ面白かった、判決で寝てた扱いされてるけど違うんです、私判決じゃなくて、あの普通に全決です、あ、嘘ですあ、嘘嘘、全決は嘘だわ、違うわ、あの覆われてた、ちゃんと、すべてが、うん、よかった、そう隠されてた、漫画的にはさくちゃん判決なんかなっていう話を、嘘やん、そういうのちゃんと、ん？ん？ってなった、違う、ちゃんと、あの、何？あの、閉じ決でしたね大丈夫、あ、ん？あのシルエット分かったぞ、うん、カジか、うわ正解、やった失礼します、やっぱり今日は一緒にやっても大丈夫、やろう、あれ今ラジオトーク中です、あ、ラジオトークやっほー、そうイエーイ、俺はカジです、ちょっとタイトルに足しとくね、俺はカジと文字とサジです、カジと文字とサジです、ね、さっき誰がうろうろしてた、髪の毛長い人、うちかな、え、そう、髪でもさ、髪の毛短い、あ、そっか、あとなんか、ほんのりベージュが乗ってた、誰か、あ、ココロちゃんかな、多分そう、ココちゃんか、はい、ココロちゃん、ヤッホー、なんかココちゃんって言うと猫の名前っぽいココちゃん、お腹すいた、私も食べる、そう、なんかみんな飯を食っております、こんな時間にこんな時間にさ、こんな匂いのつるも食べていいんか、あら、やだ、こんな時間に、こんな時間に食べます、いけません、いけませんわ、いけません、食べます、やめなさい、私も食べたくなる、卵も落としてる、やば、あれこれゆで卵だった、あれなんかゆで卵だった、おーいい、いや、ほんと間違えちゃなんだよ、ゆでたんか、うわ、やられた、カジがあの生卵かと思ってあのゆで卵を買ってくるという本日を犯しております、くそ、うわやばいしかもさ、あのゆで卵じゃなくてさ、生卵だと思って割ってるからさ殻ごと分離されてるよ、どうやって食べるこれって感じ、お前えぐって食うしかないじゃん、手で、いただきます、手でえぐって食いな、めっちゃおもろい、恥ずかしいよ、めっちゃ笑い、めっちゃ笑いすぎでしょ、あれゆで半分バカにしてるしょ、おいおい、ね、それ写真撮ってほしい、半熟ゆで卵、しかも半熟だ、そう半熟って嘘やん、握りつぶしてさ、あのかければ、そしたらなんか全体に行き渡る、めっちゃおもろい、切る、めっちゃおもろい、やばい、おとぼけすぎるでしょ、おとぼけした、おとぼけでしょ、だいぶ、あ、来た、何してんだろう、あ、おバカさん、イエーイ、喜んじゃダメでしょ、今日はトップかなこれ で, これでむしろ運悪いでしょやっていいめっちゃおもろい、恥ずかしいで す, すごい、ちょっと毎回毎回こういうハプニングが起こるんです、コン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 パカッてした何がコン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 パカだよ、ゆで卵が身が詰まっていた、もう詰まりすぎでしょ、めちゃめちゃ詰まった、いやーな
ってるね。持ってるね。持ってるっていうかね。っていうかさ、あのゆで卵系の商品ってさ、あのゆで卵って書いてあるよ。書いてた。あのゆでた卵みたいな。あと商品の写真にゴリゴリにゆでた後の卵の絵載ってるでしょ。これだ。見ちゃったんだけど。やってるわ。あ、塩味で美味しい。よかったね。うん。塩味。あ、ちゃんと画面外に外れて。ちゃんと画面外に外れて。違う。多分画面にこれ映ったらとんでもない顔になる。もうなんだろう、なんでこのギャグセンター外の2人とも。なんでこんな毎日ギャグに溢れてる。恥ずかしいやつ別に。何やばい、ネギ入れるの忘れてた。今から食えばいいじゃん。いい、ネギちょうだい。いいの。え、ネギ単体で食えばいいのに。あらび、あった。やばい、助かる。え、ネギ単体で食べないのみんな。私ネギ結構そのまま。え、ネギ単体食べたら口臭くなるからやだ。いいじゃん。ネギ食べるときはもうね、口臭くしていかないと。していこうぜ。あとさ、ずっと気になってたんだけどさ、なんで若さ生活のスタロそれ無料でもらったから愛着愛着湧いてずっとつけてんの。なんでさ、2年ぐらいつけてる。ドンブラコがなぜかあの若さ生活のストラップ、しかもめちゃくちゃ綺麗な状態で、しかも足ちぎれてんのよ。嘘でしょ、こんな綺麗な状態なのに足だけね。かわいそう、つまれてる。引っ張ったらね、足ちぎれた。あのブルーベリーアイのキャラのストラップをつけ続けてる。見せたい。これかわいそう。これです。なんかミョウガ、ミョウガじゃねえや、なんて言うんだっけあれみたい、あの家で育てる、あ、カイワレ。めっちゃ可愛いやん。カイワレじゃん。足カイワレすぎ。そうそう、ブルーベリーアイのキャラのストラップをつけ続けてるんです。そこなんかアンケート答えて無料でもらえた。でもその分多分あの実家に、うん、実家の住所をアンケートに書いたから、ああそう、実家に永遠に若さ生活のパンフレットが来てる。まあいいんじゃない、まあ、無料で 親若さ取り入れたいし、無料でもらえたから、うん、いいんですよ。先誰が通った、ゆなちゃん。誰だろう、でももうもうそろそろね、うん、集合時間やるから、やばい、今バカレもいいんだけど、え、まだすごいね、みんなよくみんな起きてられるね。え、なんか最近昼夜逆転しすぎて4時ぐらいにしか寝れへん。え、あ、え、びっくり。私毎日健康的に寝たい。何時寝たの。ね、毎日そのなんて言うんだろう、あの仕事によってね時間変わったりもするんだけど、うん、マジで何もない時は10時とかに寝るようにしてる。赤ちゃんやん。ゴールデンタイムですやん。すごい。あれだよ、肌のゴールデンタイムは10時ちょうどから2時で。やっぱそういうのって関係あるの？あの規則正しい暮らしをするならね。あ、その人によって変わるけど、一般的なものとされてるのは10時から2時がゴールデンタイム。だから本当はそのゴールデンタイムに寝たいんだけど、まあそれもその寝れない時もあるから押しちゃう時もあるけど、基本的にはまあ12時もある前には寝たいなと。俺12時眠くなる。あら。でもさ、うん、その割に肌綺麗だよ。本当？うん。だから多分、まあ生活リズムもあると思うけど、私そのまあ元々めっちゃ中学生の時とかはさ、なんか友達とゲームでオールしてさ、ええ味方だ、味方しねえみたいな感じで言ってた、イキリお子様だったから。かわいと、ネットゲーでゲームやってエナジードリンク飲んでみたいな、うん、あのおバカ中学生だったからさ。で次の日学校あの遅刻みたいな、で給食だけ食べに行くみたいな。そういう子供だったね。えらい、えらくねえよ。朝から行け。この人何も聞いてなかったし。聞いてた。何のゲームですか、何やってたっけ。何のゲームだろう。中学の時でもなんかその時絶対荒野行動です。そう、荒野行動がやってたので、なんかずっとなんか CM でずっと俺を倒したい、じゃあ荒野行動やろうよ。待って、CM が TikTok でしょ。TikTok とか、まあ、YouTube の広告とか、ね、めっちゃ流れてて、うん、でそれを私なんか友達に一生ギャグで言い続けてたら、なんかその友達と荒野行動やる流れになって、なんかその
なんか男子のグループだったんだけど、そのクランみたいなのがあるじゃん、うん、でそれにこう参加してたんだけど、そこにその時好きな子がいたの、うん、その時好きだった子がそのクランに参加してて、うん、あのなんかよくグループでなんか個人対戦とか行くのよ、なんかその5人ぐらいで行くやつ、うん、でそれでこう好きな人と同じグループになって、うん、キャーみたいな、キュンキュンです。そうで一緒に遊んでて、たまになんかめっちゃなんか無双して一人勝ちしたりとか、なんか敵全員ぶっ殺してイエーみたいな、その時になんかこうめっちゃ高橋あうすげーみたいな、めっちゃなんかすごいみたいな、なんか褒められて、なんか好きな人パワーってすげーみたいな。好きな人の前だったらさ、あー見られちゃったやらないの。いやそんな、なんか普通にその時はなんかガチゲームやってた。そう、あーいとか言わなかった。そう、あーいとか言わなかった。なんか隣からすっげー声が聞こえる。マリオちゃんの声じゃない？マリオちゃんじゃないよ、もうお前すげえな。ミキちゃん、ミッキー。そう、ミッキーです。ミキちゃん、ミッキーの声だ。ほほおーい、プルートー。あ、ショールームさん、ユナちゃん。いなくなっちゃった。ゆなちゃんこっち来たらいいのにな。呼んでこよう。ゆなたそが来るぞ。そう、ディマルニーです。ディスティニーかな。ディスティニ ー、 ディスティニー。なんかうちのさコメント欄で荒野行動だと思ったって来たよ。荒野行動、そう、荒野行動と、あとね、あのパブ G もずっとやってた。それそれ、なんか PUBG っていうゲーム。うそう、アブジーもずっとやってたし、 あとその後は COD っていうのをずっとやってた。ユナちゃんがあっちでスタンバイしてるから。あ、なんかやるんだな。そう、行ってきた。48でしてくるわ。バウー、ね、48でしてくる。ボーリー、ほな、ボーリー。俺なんだろう。いってらっしゃい。あ、ごめんな、遊ばせ。え、これこれごと画面で行くの？うん。おー、頑張れ。ラジオに一回できる。できない。ラジオできないの？できない。え、いいじゃん、自撮りモードでいけば。いや、やばいね。私はできます。なんて。そんな下の画角から顔映っていいの？隠してる。ああ、漏れる画角で。うん。え、ね、開けてって言ったら怒る。しょうがないな。え、ね、優しい。ほら行ってこい。え、あと、え、あとこっちも開けてって言ったら怒る。めっちゃ頼むよ。すいません、ほんますいません。いらっしゃいませ、どうぞ。ありがとうございます。失礼いたします。はい、ありがとうございました。何してんの？え、何？何だ、思いしてない。なんか開いたらこうなってた。ね、いい匂いする。え、なんてだってアイドル、私はアイドル。なんて言ったってアイドル様がご登場です。ね、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いするんだけど。ありがとうございます。かわいいね。そうなの。今日はね、クリスマスマーケットに行ってきました。え、東京の。で、え、買ったんですか、もしかして。いや、違うんかい。これはネットで買いました。違うんかい。引っ張りすぎてもう伸び伸び。あ、ほんま、ほんとだ。ここからもうやばい。え、ね、めっちゃいい匂いする。やばい。ありがとう。女の匂いがするわ。じゃあもう正面にします。今そば食べたから歯になんか詰まってないか。え、今見た。待って、唇に色なさそう。びっくりした。それは色塗ってください。はいはい、五郎さん。え、待って、色塗ってください、うん、ちょっとこれをカラビが。オッケー、オッケー。え、待って待ってよ、待ってよ。どうなってんねん。どういうこと？シャッター音なりまへんがな。でも取れてないし。あ、来た。ありがとうございます。ドタマ。
私はこれからやりますって言った、うん、まだ言ってない。急に始めないの？予告あり？いつも予告をしてる。今日は全然してない。あー、でも社名会でしょ今日初めての。どうやった？え、でもめっちゃ楽しかった。あら、あら、あらららら、あら、えー、こっちゃ誰ですか本当に。えー、こっちゃ今日は誰ですか？今日はセクシーお姉さん。え、初登場ですか、もしかして。はい、はい、え、今日はセクシーお姉さんです。今日メイクしてますね。はい、クリスマスマーケットに行きましたからね。一人で行ったの？うん、メンバーと行ったよ。え、みんな来てるってこと？まあ、お、まあ、おおおお、なんて言ったってアイドル様なのでどういうことやねん。え、でもあれ見たよ、んテレビ朝日さんの。違うわ、んなんだっけ、テレビ東京。あー、そうだ生歌だったね。めっちゃ上手だった。そうなんですよ、あれもやりました。あれラブマシーンだっけ、うん、今そっちが出てきちゃった。ラブマシーンじゃない、なんだ、恋愛レボリューション。うーん、どんな歌？あ、日本の日本の未来は、うん、あれ、あっ、ってやつ。はいはいはい、すごい、めっちゃいい位置だったね。見てくれたんですか？見たよ。ありがとうございます。めっちゃいい位置で歌ってて俺の言うなってなりました。てれますね俺の言うな、ももちゃんのになりました。俺の言うなほんまに可愛いわってなりました。ありがとうございます。緊張しました。緊張した？はい、今までで一番映りました。あ、何食べたの？え、とろろそば。うわ、待って、大好きとろろそば。100円引きやったから買っちゃった。わかる、引かれるよね。100円引き買わなきゃ。よし、では私告知をしたので私もショールームをします。そんなこと言うな。何も言ってないじゃん。あ、レンボーのスターありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。私も。そんなこと言うな。そんなこと言ってない。あなたが私の光になります。なんだっけ。いや、合ってますよ。さすがですわ。そんなこと言うな。違う、私があなたの光になりますな。そうそう、え、なんて言ってた、さっきそうって言ってなかった？うん、私が抜けてた。あー、惜しい惜しい惜しい。そんなこと言うな。あー、どんぶらこ、そんなこと言うな。いや、いいでしょ、どんぶらこはいいのよ。どんぶらこ百般の人じゃん。そんなこと言うな。なんだよ、いいじゃん、言ったっていいじゃん。すごい、着きました。ユナアット本人だ。バレます、バレます。ユナアット本人だ。低いね、もうちょっと高くしたいけど。ここに乗せなよ。あ、確かに。で、絶対倒れるよね。ここえ、いや無理でしょ、無理。いけるよ、うん、頑張れ、いけ。あー、絶対アウトですね、これ。え、なんかさ、あ、めっちゃ飛んでるよ。あ、え、ありがとう。なんかないの？ちょっと待って、すごい、今いっぱいいっぱい。あ、ラボーナさん、ありがとうございます。ラボーナ、ありがとう。え、なんかできないんかな。ね、確かに。でもなんか工夫したら絶対いけるよ、これ。確かに、なんか工夫したらいけるよね。じゃあ私の財布でも置く？私の財布、小銭めっちゃ入ってるから。え、これじゃ無理なの？あ、それを後ろに置いたらいいんじゃない？このティッシュの後ろ。うん、ティッシュの後ろ？こ
これ固定するみたいな重さで。確かにね。じゃあお茶も置いておこう。無理か。あ、お茶の方がさ。ちょっと今試行錯誤しております。無理か。頑張るんだ。あ、いけ。あんまでもいけそうやけどな。ね、いけそうだよね。うん。あ、アウトですね。無理？うん、なんかちょっとダメですね。ちょっと頑張ってもらって。あ、それでいけるんじゃない？これいけるかな。もしかして。頑張れ。あ、またコマさんありがとうございます。固定無理そうだね。ね。持つか。ありがとう。持ちな。ワンタさん確かに持つかも。うん。持つべき。ナオリンゴさん持つべき友よ。友よ。かゆポリ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 。いけた。あ。動かしたらダメだよ。ももちゃんとゆなちゃん同級生に見える。実はそうなんですよね。全然違いますね。実はそうなんですけどね。3つ違いますからね、実はね。え、3つも違うの？あれ ?3 つじゃなかったっけ。何歳？2つか。今何歳？今18。あ、3つ。19、あ、でも19の年だよ。あ、じゃあ2つだ、2つだ。でも2つも違うんだね。2つでした。2つも違うんだね。はい。2つ違います。情けないよ。なんでですか？情けないですか？僕、情けないよ。はい、情けないらしい。うん、えだっちさんありがとう。よしくんさんもありがとう。ピヨピヨピヨって今来てたよコメント。ピヨ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 。それはなんでピヨってるのかな。わかんない。ひよこになりたいんじゃない。え、うん、そういうこと。うん、ひよこになりたいんだよ。かわいい。よちよち、ありがとう。こんばんは。こんばんは。2つ、うん、2つ、ありがとう。ね、誰がやったの？ツインテール。ん？ツインテール誰がやったの？自分だよ。え？え？自分でやったの？そうだよ。上手だね。ありがとう。すごい。もうなっちゃんなんでも偉い。嬉しい。でもこれは簡単です。すごく嬉しい。星いっぱいありがとうございます皆さん。え、明日何かある？明日も。おしゃべり会？うん。何時から？ね、3部だから12時から。体調崩さないようにね。ありがとうございます。ありがとうございます。体調だけは本当に崩さないように。ありがとうございます。おばちゃんはそれだけを祈って。そんな変わりませんよ。それだけを祈ってますから。えらい、もうゆなちゃん。えらい。えらい。両方します。えらい。ありがとう。本当にえらい。どんぶらこ。本当にえらいよ。え、どうだった？何が？ありがとう、くまさん。写真会。え、でもなんか最初何するのかわからなすぎて行ったんだけど、うんうん、でもなんか最初まず何のポーズにするか話してポーズして写真撮るじゃん、うんうん、で握手してお話しして、うん、バイバーイって感じだった。どんなポーズが多かった？ハート？今日はハートが多いですね。ちょっと離れてんでしょ。え、あれがあるのよ。アクリルがあるからちょっと離れてんでしょ。そう、でもね、あれひらひらちょっとお邪魔虫でした。お邪魔虫。うん、確かに風でなびいちゃうからさ、うん、板じゃないから、そうヒューってなんか写真いいな。いいですよ、めちゃくちゃいいですよ。僕もやりたい。ぜひ行けばよかった。今日幕張？違います。横浜？はい。また横浜行くん？はい。明日？はい、行きますもん。終わったら？そう、終わったら
ちょっと休憩して行きます、すぐ。マジで NTT もやってたよなって。私が加入する前だね、それ、うん、マジか、偉いね、本当に。偉くないですよ、全然。もうじゃあ何なの効果音係です。え、効果音、効果音なんですか。はい、効果音です。ヒーとか。いい効果音ですね、はい、結構高いですよこれ高いんですか、うん、1効果音であれですからね。うわ、本当に500円くらい取ります。あー、ぼったくりです。ぼったくり、ほんと、まあ、みたい。なんでだよえおまで。あ、そうなの、お揃いコーデするの明日。あ、そう、明日は同期の佐古ゆめみちゃんとお揃いコーデをします。あら、いいね。ゆめみが決めてくれました、ありがとうございます。いいね、いいね。なかなか買いに行けなかったね、ネットでポチってして。でもゆめみが届くか分かんないって言ってました。なので届かなかったら私だけが来ますいいね。じゃあ、お揃いとかしない？うん、やんない。え、しないの？うん。え、でも交換はする。交換？うん、衣装の交換。え、すご。え、衣装なの？衣装じゃない。じゃないの？うん。なんかコスプレ？ああ。そうそうそう。そういう時とか。貸し合いね。確かに色のは着れるもんね。そう。そう、一緒に買いに行けませんでした。あの、レッスンばレッスンいっぱいでした。レッスンと撮影で。無理でした。仕方ない、忙しいもの。今は新公演の練習中です。私も新公演の練習中です。そうなの。そうなんですよ。12月の10日 8日 8日はい。え、もうすぐやん。そうなんですよね。ピックラポン、あ、巨大子休み、もあちゃん、あら、まあ、もあちゃん、そう、緊急性公演がね、うん、決まりましたので。お、発表されました。発表されました。でも何の公演するかは言ってない。あ、クク知ってるよ、教えないけどね、クッコ、絶対教えないけどね、クッコ、クッコ、クッコ、楽しみだね、うん、誰が出るかも決まってんの、初日とか決まった？まあ、でもシークレットで。あ、シークレット、クッコ、クッコ、わかりませんな、もういつなんですか？ね、12月21日。わ、まだまだ、だからあと1ヶ月ぐらい。頑張る魔法、頑張る魔法。え、もうフリーレやってるんですか？うん、フリーレしてる、始まりました。クックク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 ク、そう、言っちゃいそうだからね、言わないように。危ない、もう本当にあの普通のトークになり始めます、ショールーム忘れて、はい、言っちゃいそうだから、はい。シーシークレット、シークレット、ねえ、8日だ、確か、おもろってきたアリセさん、ありがとう。言っちゃう、危ないよ、危ないよ、本当に滑らしそうだね。いや、本当にやばい、だからもう本当に、うん、これ誰も何も聞かないで、聞かないで答えちゃうよ、ほんまにヒヤヒヤするね、うん、あ、それねとか言っていいぞ、うん、あ、あのねとか言うんで、あれはねとか言うんで怖い、怖い、怖いです。そう、もーちゃん言いそうなんですよね、言いそうです、うん、といつか。そう、だからマジでお口ミッフィーそう、ミッフィーちゃんになります。はい、私も新公演のことは言わないように頑張ります。はいはい、気になりますけどね。ね、気になります、私も。実物の、あ、これももちゃんのファンですよ。わお、ファンの方、遠いですか？めっちゃいい人ですよ、会いに来てください
もうあと1月の写真会しかないです。じゃあ私が行きます。おえひなちゃん、あ本当にすごく好きで、うん、あのえよかったらあの、はい、え握手とかってしてもらってもいいですか。えアクリル板の下から全然いいですよ。あえいいんですか。いいんですよ。えだって写真撮った後握手する。えそうなの。そうだよ、写真撮って握手しておしゃべりして、やばバーバーイってする。バーバーイ、バーバーイってするねえ。ガチ、うん、やばめっちゃいいやん。めっちゃいい、楽しい本当に。えめっちゃいいやん。そうなの。じゃあ私でもう行きますわ。えちょっとなんか違うとこにさ集まっちゃうから人が。あじゃあやめます。はい、じゃああーってなっちゃう。じゃあ耐えますね。耐えてください。こんな近くいるのに。アルバム買ってください、ね、もちろんですよ。そりゃ買いますよ。あっさりね。すごいね、すごい。新潟から一緒に行こうよって。無理無理無理だって無理だって無理。声がでかいから絶対バレる。会場に入った瞬間に。確かに。あゆらちゃんどこ。でもねゆらちゃんのねどこ。絶対わかる、声が大きくて。マジ、うん、そう、そうね、ね、話してるね。1枚2500円。2500円でツーショットと握手。はい、やばい、ね、いいな。お話し会じゃないとね、やでもお話しできる時間は短い。あ短いか。そうだから逆になんかお話ししたい人はなんか写真を撮りますみたいな感じじゃなくて、うん、選べるん？ん？選べる。いや選べ、写真は撮るんだけどなんかその、うん、話してるところを撮ってほしいって言って、だから話してるところを撮ってもらいながらこっちはお話に専念するって人もいた。あ逆にポーズだと、え待って偉い偉いね、お話ししたいからって。そうお話がいいなって。え偉い、自然な方が好きですって方はぜひそちらも。あ偉いわ、ご検討。すごい考えられてる。もしかしたら私が判明かもしれないです。ああ多めに見てください。あみんなもめっちゃ その手もあり。そうなんですよ、だからなんか写真が苦手とかだったらあのおしゃべりしながらだったら横なのでそんななんか顔がとか気にしないでなんか思い出として撮っとくのもありだと思います。そうなんですよ。私 NNB さんの写メ会は行ったことある。おめっちゃ緊張した。緊張しましたか。緊張した。何したの。考えてもらった、ポーズが決まらんすぎて。え迷うんだやっぱり、うん、確かにおすすめは何ですかって今日よく聞かれました。でも私もポーズ音痴すぎてなんか全然出てこなくて、いつものハートしてこう、うん、私のやつこれして、うん、あとは、うん、ハートをいっぱいしたなって思ったら星はどうですかって言ってみたりとか。待って何それ、星。そう星、あれなんかここを出すの、この上だけくっつけてここを出す。あれこう。そうなんかね公園の振りで星があって、あすごいって思って。えすごい、これすごくない、可愛くない、これ星です、こうピース上つなげる、ここ出す、ピースここつなげる、出す、星めっちゃいい、可愛いでしょ。だからでもハートも可愛いんです、もちろん。ハートはもうこれもこれもこれもあります。あとはこれも、あここか、これもあります。あとはなんかね、
難しいんだよね。なんかこうやってやる人もいたし、こうやってやる人もいたし、あとシナモンポーズもしました。今日はシナモン好き。いいなあ。あ、そう、デカハートもしました、一緒に。あ、私デカハートでよろしくお願いしたい。あ、じゃあお願いしてもいいですか。あ、いい感じ。キャ、これで。なんで私こんな手反ってんの。サルデみたいになってんだけど、こっち見て。なんかえ、ほら、本当だ、反ってない。反ろうと思ったらでも反れる。え、丸くできひん。え、反っちゃう。どうしたんですか。わかんない、私サルデなんですよ。サルデって何。なんか一回フリーレの時にこうやって手伸ばすシーンがあんねんけど、うん、鏡で見たらこんなのがふにゃふにゃなんねん、うん、どういうこと。まっすぐにならへんくて。どういうことですか。なんかこの、なんかこんなくにゃくにゃくねちゃんみたいな。僕の名前は、関節が柔らかいってことですか。分からん。僕の名前はくねちゃんみたいなさ、お猿さんになっちゃう。え、そうなんだ。なん初めて聞いた。メメカハート作ってなんか向きじゃない？ああ、できた。あ、できた。よし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 、オッケー。くねちゃんです。くねちゃんです。くねちゃん、そうそう。ねえ、間にビニールがないのずるい。うん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 、いいだろう。2500円、あの現実やめてください。うんうんうん、お買い上げ。よっしゃ。じゃあ1枚買うか。本当に来ますか。1枚買うか。チャリーンってやめて。そうだよ。かわいい。めっちゃ可愛かった今。映ってるの。めっちゃ可愛かった。可愛くてびっくりしちゃった。可愛いね。なんでそんな可愛いの。ももちゃん、甘やかし太郎なんです。はい。私太郎なんです。甘やかし太郎。はい、私甘やかし太郎さんなんですよね。そうだ。名字が甘やかしい、うん、で名前が太郎さんなんですよ。あ、もう原型なくなりました。甘やかし太郎さん。奥村ももかなくなりました。はい。何、映画出演の話聞いてくださいって。何、映画出演。ああ、なんかそうなんですよ。なんか撮ったんですよ、短編なんですけど。めちゃくちゃ英語出んの。なんかね、なん、私もちょっとよく分かってないんですけど、うん、まああの、もし何か知りたい方いたら、ぜひ公式 X の方多分出てたと思うので見てください。でもね、短い、ちょっとだけ、ちょっとだけだよ。ホラー映画多分。そう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 。主演、うん、アズと一緒。そう、アズが主演って感じで、私がその妹役なんですけど、あの妹役、今日本当にあのもうたくさんの方に逆じゃねって言われました。でもあずも言われてないらしい。映画撮ったの。怖い映画。すごい優しい現場でした。え、違う違う違う、あ、ホラー映画。いや、でもなんかね、あの、なんていうの、ガチっていうよりかは、うん、本怖みたいな。どちらかというとなんかその苦手な人でも見れる、あ、と思います。じゃあ私見れる。見れます。え、私見れる。本当に余裕です。本当に。はい。バーッと来ない。来ない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 と思います。あ、そうだね。ネタバレしちゃうとこだった。ネタバレしちゃうとこでしたね。気になる。ぜひ 見たい方は、え、見たいです。ぜひ見てみてください。え、見たいです。お姉さん。お姉さんってよ。どうだろうね、
そう、ふるさと映画祭、そうなんです。あ、もう55分。本当だ、本当だ、危ない。ありがとうございますね、嬉しい。アルマさん55分です、ありがとうございます。じゃあ13位からね、13位から読みましょう、いつも通り。いきます。13位、こっちだ、こっち、こっち、あ、これか、これか、うん、オッケー、いきます。はい、13位秀夫さん、埼玉ののりさん、奇跡の左足さん、ありがとうございます。12位浜地さん、かもちゃんさん、ありがとうございます。11位 F 健さん、西くんさん、ありがとうございます。10位たけさん、アリスさん、ありがとうございます。なんやっけ、9位ですね、9位たけるん、はるさん、ありがとうございます。はるちゃん、はるちゃん、はるちゃん。8位レオのひじかたさん、えだちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一回ありがとう、こちらこそ。なんだっけ、7位、7位です、7位キョルちゃん、アルマサトリアさん、ありがとうございます。6位グリンティさん、6位ローホアオイさん、ありがとうございます。5位テツさん、ココリコさん、ありがとうございます。むっちゃいい匂いする、本当にむっちゃいい匂いする。4位スキャットさん、ラテメガネさん、ありがとうございます。3位ミライさん、ゴメヤキさん、ありがとうございます。ます。ね、タマスみたい、マジでなんでですか。2位福吉さん、ファンタさん、ありがとうございます。今日はありがとうございます。そして1位がケンチウジさん、はい、ラボーナさん、ありがとうございます。タワマンスみたいな。はい、ありがとうございました。タワマン、違う、今日ね、その、うん、タワマンを見て、あ、タワマンスみたい、はい、本当にタワマンスみたい。ももちゃんのファンの皆さん、ももちゃんをタワマンに住ませてあげてください。本当にタワマン。だ、私はもう1週間だけでいいなって思ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ明日頑張ってね。はい、ありがとうございます。私も明日おしゃべり会頑張るね。あ、そっか、うん、でも頑張って楽しいからね、まあ、本当に、うん、楽しいから、眠気だけどうにか。アドレナリン出そう。そうだね。じゃあバイバーイ。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 切りまーす。切りまーす。さようなら。さようなら。バイバイ。ラジオ頑張って。ありがとう。二人とも頑張れ。ありがとう。頑張る。頑張る。バイバーイ。頑張る。バイバイ。頑張る。バイバーイ。こっち切りますよ。バイバーイ。にぃ。ありがとう。バイバーイ。ありがとうね。ありがとうマト。ありがとうマト。ありがとうマト星人。